知恵は、道理を判断し、処理していく心の働き。筋道を立て、計画し、まさしく処理していく能力。古代イギリシャの哲学において、知恵も一つの重要なテーマとして論じられた。例えば、特と、日本語では訳されているものの中に、これに合致する部分も多い。アリストテレスは、ニコマコス倫理学、第6巻述べられているように、実践的な知恵。 治療、プロネーシス、完成、完結した知恵を、ソピアとして、両者を区別している。老子の第十八章には、知恵入れて、大うありという表現が見られ、かつて人々が素朴であった時代には、人々は自然に従って生きており平和だったが、後に人間の知恵が進んで、不自然なこと人為的なことが行われたので、大きな偽りが生じ、世の中が乱れてしまった。 と述べられている。旧約聖書には、アダムとイブが、知恵の実を食べて、性的羞恥心が芽生えた、との描写が見られる。その一方でその、知恵の実が、原因で、アダムとイブは楽園を追われた、という描写も見られる。仏教用語における知恵は、物事をありのままに把握し、真理を見極める、認識力。サトシは、相対世界に向かう働き、絵は悟りを導く。 精神作用の意。大乗仏教では、論書に表現されているような分析的議論に明け暮れる、説一切有部を中心とする、部派仏教を批判する形で、般若行や流樹、中岸派によって、分別的な知恵を超えた、無分別の知恵が、釈迦の悟りの境地として商用され、普及された。したがって、大乗仏教では両者を区別するのが、一般的である。 ポール・バルテスは知識、教養、論理的思考、判断といった認知的側面から知恵のモデル化を行い、知恵を重大かつ人生の根本に影響を与えるような実践場面における熟達した知識と定義した。同じく実践場面での問題解決に関連する能力に日常知能があるが、知恵は対人的、社会的、歴史的要素を含む、 より長期の能力として区別される。バルテスは、モデル化にあたり、知恵に必要ないつつの知識として、宣言的知識、手続き的知識、文脈理解、価値相対性の理解、不確実性の理解を仮定している。また、ロバート・スタンバーグは、知能との比較において、洞察力、判断力、アドバイスする能力を含み、経験と年齢を重ねたことで人生の問題を、 大きな文脈の中で把握できる能力が知恵の持つ特有の能力であると論じている。ありがとうございます。